ははいいいおはようござまますすすじゃあ今日もですね質問に回答していきますその日最初の運転前点検が義務付けられていますが大多数の方が実施していないと思います森本さんはどう思いますかということなんですけれどもまずこの運転前点検というのはまあ日常点検のことだと思うんですけれどもこれはですね道路運送法の第47条の2これに記載がありますねちょっと読んでいきますね。 自動車の運転、自動車の使用者、まあ運転する人は自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に国土交通省令で定める基準のどん何どのんどんより点検しましょうというふうに書いてあります。なんでこれ実はですね、あの運転前点検が義務付けられている、その日最初の運転前に点検が義務付けられているということじゃなくなってるんですよね。実は適切な時期にやってくださいねというふうに。 規制緩和じゃないいけれども言い回しがちょっっと変わってますね、まあ、ただしですねその事業用の車とかトラックこれは、えー、運転前に点検することが1日1回ですね、えー、点検するのが義務付けにはなってるんですけれどもそうじゃない車、まあ、乗用車ですよね皆さんが普段乗っている乗用車は、えー、特に1日1回点検運転前に点検しましょうという義務付けはされておりませんね。はい、適切な時期 適切な時期でいつやねんということなんですけれども、とりあえず適切な時期というふうに変わっております。はい、そうなんですね。まあ、しかもですね、別にこれは罰則とかはなかったはずなんですよね。その運転前点検、義務付けられてはいても、なんか例えばあの定期点検と一緒ですよね。定期点検と同じように定期点検しなかったからといって、えー、別に罰則ないですよね。まあ、それと同じ感じですね。まあ、車検は車検はダメですけれども。 定期点検、それまでの点検に関しては特に罰則はないという感じなんで、まあ正直ですね、そんなにやってる人はいないとは思いますね、あの乗用車に関しても。あの事業用の車とかトラックとかは、まあ、結構会社とかで持っ,てるか持ってる場合が多いですので、まあ、結構点検はしていると思うんですけれども、そうじゃない車の話でいくと、まあ、しないですよね、うん。1日1回、運転前、まあ朝ですか。 朝点検しないっすよね、はい、あのあの会社行く時とか通勤とかに、えー、うわーっと急いでる時に点検している人は僕は見たことがありませんので、まあ、大多数の方は実施していないとは思います。まあ、それはまあ適切な時期に点検してくださいということですので、まあ、別にいいんでしょうけれども、まあ、とはいえですよねとはいええーまあ、それに関してはどう思いますかとどう思い,ますかっていう話をしていくと、まあ、とはいえある程度点検は気に留めた方がいいとは僕は思いますね。はい あのちょっとですねあの国土交通省のページかなでちょっと見てみたんですけれどもこんなデータがありました一応貼り付けしておこうかな、えー、令和5年度路上故障の実態調査結果というものが何かありましたでそれを見てみたんですけれどもまあ道路上で故障これの原因ですよね何が一番要因として多いのか、えー、見てみると圧倒的にタイヤですね タイヤのトラブルが多いということがデータで出ております。その次に来るのがバッテリーです。はいで、あとはまあオルタネーターとか冷却水とかエンジンとかあるんですけれども、パーセンテージ的には少ないですね。ただ、やっぱりタイヤとバッテリーが圧倒的に多いなという風なのがデータとして出ています。はいまあ、これはなんとなく予想できるっていうか、うん、確かにそうだろうなという風うには感じますよね。なんで。 えっとまあ日常点検するんだったらここに関して特に気をつけた方がいいんじゃないかなと思います。まあそうですねタイヤは、うん、ある程度目視で可能だと思います。まあ見ればいいんですからね。で僕も過去に、えー、タイヤの点検の方法の動画を出しております。えー、もうなんていうんですかねもう車ジャッキーアップとかそんなしなくていいんでもう本当に目視で車駐車場を止めた状態でできるような点検の方法を上げてますのでまあそれを見ていただければいいと思うんですけれども。 まあ、タイヤ溝があるかとかかとどうかですねタイヤが変形していないかとか,、えー、なんか見た目で異常がないかどうかを確認するということ。あと、まあ、バッテリーに関してはこれはちょっとねうーんバッテリーチェッカーで点検した方がいいっていうこともあるのでうん整備工場にお願いした方がいいかもしれませんが、まあ、バッテリー取り付けしてから何年ぐらい経ってるかなっていうのをちょっと把握しておくだけでももしかしたらいいかもしれませんね。はい、なんでまあ タイヤとバッテリーは特に気をつけて日常点検しておけばですねこの路上故障実態調査の結果によればかなりの数の日常の故障は防げるというふうになりますので、まあ、この辺り皆さんちょっと注意していただければいいんじゃないかなと思います。でこれに関してあのー、まあ僕は思うんですけれどもこういったことを多くの人に周知するっていうのは、まあ、正直不可能だと思います。 しま、それは仕方ないことだと思うんですよね。あのやっぱこう気にする人気にしない人って絶対いるじゃないですか。はい、やっぱ車のことに関して、まあこの気にするまあ、タイヤ大丈夫かな？とか、バッテリー使えたっけなということを気にする人はまあ、多分ですね、えー、路上故障の実態調査に該当しない人だと思うんですよ。普段からそんなトラブルも起きないし、えー、大丈夫な人だと思うんです。けれども、もそうじゃない人にこういったことを周知するっていうのは？ 基本的に僕は不可能だと思ってるんですよねでこうやって YouTube で僕言ってるじゃないですかで、この YouTube でこの話を聞く人っていうのは絶対車のこと気にする人じゃないですか多分この今動画見てる人って、えー、車のことを気にかける人ですよねなのでそういった人はやっぱりメンテナンスの意識が高いので僕がこんなこと説明しなくてももうやってると思うんですよタイヤのチェックとかね バッテリーいつ変えたっけなということが分かっている人なんでそんな人は基本的にトラブルに遭う確率は低いいと思います問題はそれを全く気にしない人がこの路上実態,路上故障実態調査に該当すする人だと思うんですよもうタイヤも全然気にしなくてもうバーストするぐらい走っちゃうとかバッテリーいつ変えたかも全然気にしなくてある日どっか出先で止まってしまうとかそれで、えー、まあ故障になってしまうっていうのが ほとんどだと思うので、それをまあその気にならない人に、えー、周知するっていうのは正直すごく難しいと思います。できるとすれば、えー、それは僕が直接お客さんにお話しするぐらいかなと思いますね。えー、来るお客さんに,タイ,ヤ気にしタイヤとかチェックしないとダメだよとか、まあ、そ,その前に僕が見るんですけどね僕が見るんですけれどもバッテリーとか気に,して気にするとかねそういったことを周知するのは 直接生の声で届けるしかないかなないと思ってますこういったネットではまあ無理かなと、うん、当然ですよねインターネットですからこういったものを検索しないとヒットしないじゃないですか。ね、なんでそれは、えー、その意識して検索しないとこういった動画は見れないのでそうやって意識してする人はそもそもこんな動画見なくても大丈夫な人ですから、えー、そうじゃない人はこんな動画見ませんので、はい、こんな動画見ないしそんな記事も見ないので。 えー、無理だと思います。いくら言っても無理なので、まそれはもう僕が直接お客さんにお話しするとか言うしかないとは思いますよね。はいまあ、これは仕方ないかなと思いますよね。あのー、ね、のこういった。まあ、これ別に車じゃなくても同じことだと思います。車じゃなくても何でしょうかね。例えば今だったら熱中症。熱中症も。 こうやって気をつけて休憩をしっかりとって、えー、水水分補給もしっかりしないとなって意識高い人は多分かかあの熱中症になりにくいかもしれませんがあんまり意識ない人だと熱中症になってしまうかもしれませんし、まあ、健康問題とかもね意識高い人は <laughs> 健康なんでしょう健康的なんでしょうそうじゃない人は健康的じゃない生活を送るかもしれませんからねもうそれ意識の問題なのでそれは、えー、他人では変えることができませんので。えー この他人がいくら言ってもそれは変えることができませんのでまあまあそれはもう現場で地道にお話ししていくしかないかなというふうに僕は感じてますので、はい、という話ですね。はい、こんな話良かったのかな何の話してるのかよく分かんなくなってきたんですけれども、まあ、とにかくですね、えーとまあ、点検は必要なんですけれども、まあ、特にタイヤとバッテリーの点検を重点的にしておけば、えー かなり多くのトラブルを防ぐことができるんじゃないかなというものがですね、もうデータで出ているので、はい、ぜひ皆さん気にしてみてくださいという話した話でした。はい、というわけで今回の動画は以上となります。えー、また何か質問ございましたら下の質問フォームへよろしくお願いします。最後までご,、えー、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。